茨城県道15号欠場下妻線は、茨城県有機市から下妻市に至る県道である。有機市小田林の国道50号、小田林交差点より等身し、道市か小花輪交差点から南方向へ右折して絹川にかかる境橋を渡り、畜生市船玉を経て、下妻市、長塚の国道125号、佐沼公園入り口交差点に至る。 延長約1 8トルの路線。起点、小田林交差点か小花輪交差点間は、有機ワイパスと並行して東西に伸びる、かつて国道50号急道であった区間に相当する。筑生市、船玉下妻市、長津鎌は、木の川の左岸側で流れに沿って道路が南北に伸びる。道路法の規定に基づき、有機市小田林道市川北にまと、有機市、 有機道馬及び、下妻市行道士長塚間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。木の川に架けられた境抜周店付近2010年7月撮影、旧道区間のうち、上用銀行下妻市店前から、 中町交差点間445メートルは、県道下妻停車場線へ編入された。AB、道路の区域の決定、茨城県法、第1859号、P11、AB、道路の区域変更、茨城県法、第7 1 5人号、P8、ABCD、茨城県道路現況庁所、平成26年4月1日現在、茨城県法、 179号対象9年4月1日、茨城県国寺田147号より、道路区域の変更、道路の供用開始、茨城県法、第4666号、p p 1 1道路の区域変更、道路の供用開始、茨城県法号外、PP47、道路の区域変更、道路の供用開始、茨城県法、 第5961号、PP34、道路の供用開始、茨城県法、第6744号、P4、道路の供用開始、茨城県法、第6866号、P10、S、道路法第56条の規定に基づく主要な、都道府県道及び指導平成5年5月11日建設省、国時代1275、 建設省、県道の路線名及び整理番号の変更、茨城県法、第637号、PP82、車両制限令の規定に基づく道路の指定、茨城県法、第1139号、PP61、道路の専用を制限する区域の指定、茨城県法、第2980号、PP1828、 道路の区域の変更、茨城県法、第447号、P6、ありがとうございます。